What's going on, ladies and gents? Pimply Pete back at you once again. Thank you for joining me, and this is going to be episode 1 of my Ghosts of Tsushima Let's Play. Now, as usual, I'll do my best to keep the commentaries to a minimum, especially during the dialogues and cutscenes. I'll do a few of these episodes, and if you like them, want me to continue, just let me know by hitting that like button or in the comments below. Ikusu! それが海を覆っている。血を恐れるな。飲み込まれるぞ。習わし。武勇。誉れ。それが我らが道だ。我らこそ島の勇士。我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。 よく聞け。腕に覚えのものあらば、いでよ。なだ、ジム2だ。我こそは足立晴信、かの足立義信が五代の末裔なり。 沈め！ に変えても全身せねばなるまいぞ。ごげじを志村殿、おのおの敵将を逃してなる者か。者ども続け。モンゴーモンゴーズ。
Ooh. I do not honor the duel. I'll stab you in the back. Come on, Uncle. It's just you and me. Mohaya, we're the only. The only path left is one. The enemy is found. Catch him. The only. I'll be with you to the end. Well done. Man, this game is beautiful. I mean, the graphics, not the dead bodies. Itazo. That's the enemy. できています。ここで決着をつけるぞ。Fuck, everybody's just Leroying. I like it.名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも。全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。Wake up, Guardian. Guardian of Tsushima.
かにしてここへ。武具はない、食料のみ。誰かが俺を見てくれた。ここを離れねば。もう子供、誰かが俺をかくまってくれた。その者がたちも。Oh boy. I must admit, I like stealth games, but I'm not particularly good at them.誰が歯を研いでおった？武士か？俺の鎧壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ！中に戻って早く。傷はどう？走れそう？ああ、おそらくは。たちは？ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬほど目に。お目を出せ。少しならあるから持って行って。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くっそ、かがんで。思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか？地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か？地頭の老いの。して叔父上は生きておいでか？おそらくね。もうここに囚われてるけど。場所はわかるか？東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。
really quiet. Hunting Mongols. Yoshi? What? その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。She's a thief because she climbs on a roof? That's stereotypical. Or she just likes to parkour. 空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。Well, now I'm stealing shit. は坂井陣地頭である志村殿の老い臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは坂井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよ。はい、叔父上。Oh, so there's a tutorial. Sort of been helpful in the beginning of the game, but I guess it's more cinematic this way. さあ、撃ってこい。わしに当ててみ。よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。
不意をつかれたんです。ではその技をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。やめよ降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よく防いだな。良い構えだ。疲れた、休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし。 This is your health. では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわしすかさず切り返してみよう。よし、その息だ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。敵に息つく暇を与えるでない。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。I love octopus. うまいぞ。腕を上げたな。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。 Family duty honor。 主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い酒井の家を守ることです。That was close。 それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライク。
足を失った。見つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。 How was that anticlimactic? How do I put the sword away? Alright, whatever, I'll just borrow my sword. 騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い、鬼畜ども。 Oh shit, you crazy bastard. I guess this is what they call a chain execution. Nice.助ける気じゃないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと万兵だ。一人も逃がすでない。おい、ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？ What the pale one? Digital deluxe horse available, but you have chosen the white horse. If you choose this horse, it will be with you for the entire journey. I want a brown one. Brown one's boring. Let's go with Shadowfax. Let's do this. どうどう。似合ってる。名をつけねばな。Nobu Sora Kage. That's kind of a oxymoron for a white horse, huh? Yeah, let's go with that. Kage, 世を守る闇。影分身の術。That's right, I know about Naruto. Big whoop, wanna fight about it?城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だがこたびは俺が。
お主はここで待っておれ。 Did you say his name was Kotal Kahn? What were Shao Kahn's in this game? Standoffs. When approaching enemy territory, you can challenge foes to a standoff. Once your enemy approaches, hold triangle. As soon as they attack, release triangle to defeat them in one deadly blow. シムラ殿を返してもらうぞ。ザ・アリフ、ドルキン。これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。Dodging arrows. Before firing arrows, Mongol archers will call out a signal their allies to duck. Oh, what? I blocked that! That will never get old.
偉人、地頭である志村殿の甥だ。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。陣、志村から己のことは聞いておるぞ、酒井陣。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。陣。さあどうする、酒井陣。来い、増表明。 Oh shit, boss fight!I thought our uncle's dead, what the fuck? One of those unwinnable bullshit fights. Yame, kudare. Ito mo tayasuku heiwa ga motoru to oji ni misete yare.若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。叔父上は、ご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。酒井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不要。
全て私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。Yo, I still can't get over how good this game looks. And the amount of details, too. Just, like, go back and look at that fucking cutscene, man. Their nostrils are flaring and everything. Shit. Look at this! Dude, this is freaking amazing. Seriously, if you own a PS4, there's no excuse not to buy this game. ユノ。ジェン、どうだった？志村殿を見つけ、お助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、帰り討ちに会うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。黙れで行け、回ろう。Don't speak Mongol. Shit.
あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島出番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様。Yo, seriously, now that is how you open a game. That was freaking amazing. Woo! Alright, let's go ahead and make a save, eh? Tsushima Island. Explore Tsushima to discover new location. It's okay, I'm Asian. I'm allowed to talk like that. This is a tale. Complete tales to build your legend. And acquire new resources and abilities. As your legend grows, you will learn powerful new techniques. Alright. I guess I'll choose Warrior's Code. Let's go with that. Yuna's brother. Alright. Can I save now, please? Don't worry, I'll edit it out so you don't have to look at him. Alright, that's going to be it for episode 1. Hope you guys enjoyed. If you did, don't forget to hit that like button. If you want to see more, let me know in the comments below. And you know what? I'm going to do a few more regardless, because this game is just amazing. I already love it. So yeah, until next time, you guys take care, and I'll catch you on the flip side. Banzai.